のこいちゃん <noise>、うん、ということで今日も始まりました小泉一馬トークチャンネル長野市議会議員の小泉一馬でございます1ヶ月のご無沙汰でしたまあ、花粉吹きすさぶ中。か3月議会が終わりまして小泉一馬の 発言に関しましてね、皆様に報告してみよう。そういう趣旨で今日はやってみたいと思いますが、今日のタイトル。なんと、市民芸術館からハープが消えた。名探偵、江戸川コナンもまサおと。そういう事件がありましたので、これちょっとね、ご報告させていただきたいと思います。ハープが、あの、でかいね、弦楽器ですよね。あれが消えた。どういうことなんだろう。興味出てきましたかあのね、 それは、ね、ここに、あのー、追加議案ということで出てますけれどもね、えー、っと長野市芸術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例というそういうものが出てきましたこれどういうことかっていうと芸術館5月に苔田落とし新しい建物がねできてますでそのね運営に関する条例がもうすでに決まってあったんです。 すでそのに議会が議決して決めてあった条例ちょっと一部ねちょっと変えさせてください議員さんってそういう条例案が出てきました改正案。でねそれがねどういうふうに書いてあるかってうとこれまたね後でねお見せしますけれども改正の理由ってまずバーンと出してあとその改正の理由は何かっていうと長野市芸術館の大ホール等の名称の変更。 付属設備の追加等に伴い改正するものということなんですよ。い、ハープ消えたなんてどこにも書いてないじゃんね。でね、実際ね、この資料を見ていくとね、大ホールをメインホールと呼び替えますそんな、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。だけど、それ上電しなきゃいけないんですって。だから、それはやるけれども、だけどね、それ、資料をもとに、 経済文教委員会で冒頭でね市役所側から説明があったんだけれどもこの資料をもとにねハープ今までの条例でハープを置きますよって決めてたのを落としますからっていうそういうね冒頭の口頭の口でのね説明一切なかったなかったですでここにもねよくよく読むと下の方に 芸術館の付属設備からハープを除くって書いてあるんだけれども、事前にこれを読んで、議員は分からない。その場で、だよね、すいません、あのね、ここだけの話ですけれども、小泉はね、思い込みで言ってんのかもしれない。だけど、大概の議員ってね、事前に資料もらったって、議案もらったってね、読んできやせんのですよ。だからその場でね、 これ資料を手元の通り読みますねっつって「ハープののぞく」なんてとこに一番下に書いておいてでそれは資料にはあるけど説明はさまつだからしません出したとか言って省かれちゃうと「ああそうなんだね」っつって「じゃあはい賛成」ってそういうところがどっこい小泉はちゃんとね目光らせて読んでますからね予習ばっちりです。 で最初からねこれハープをこす落とすのねどういうことなんだって小泉は思ってましたで説明聞いたのハープを落とすなんて説明しないからおいちょっと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 待ってくれよって小泉は発言させていただいたっていうのが顛末なんですよこれ明らかにね意図的にやっていると思いますよねだって大報道メインホールって それと、その呼び方が変わるっていうのとね、ハープを置いて市民の皆様に使っていただけるそういうハードウェア整備、いわば芸術館の機能の一部を落としてしまう。っていうことと、どっちが重いかって言えば、うーんって考えなくたって、 それはね、名前の言い換えよりも本質的な問題、芸術館の備人としてハープってやるって言ってたけど、それ落としちゃうって、そっちの方が大きな問題ですよ。でも、あえて説明しない。で、しかもね、追加議案ってさっき言いましたよね。十分に勉強できる時間を議会に,に、議員に与えない。ただでさえ勉強しないのに。で、そうやって持ってきた小泉は怒りました。これ、なんで最初からね、説明しないのか。 でハープを送ってね議会は一度議決してるんですよでそれをねじゃあもう一回議会にいらないよねってこっそり認めさせるってそれこっそりかどうかはともかくとして議会が議決し直すって言ったらそれなりの説明議会にも求められますよねでもそれを説明してくれないんですよおかしいですよね それで、ね、なんか使用頻度を鑑みてとかね説明して質問したら説明返ってきた。使用頻度ってまだね芸術館できてもねえなんでそんな使用頻度わかるのかっていうツッコミどころもあるしで「あの、効果ですか?」って「じゃあ効果っていくらであの調達できる見込みだったんだ?」って聞いたって質問に返事でできないんですよ。何をやってるのかってよくよくねもう本当にツッコみまくって聞いてみたら。 あのよそのねホールの事例調べたらハープってあったんですってだからのっけちゃいましたってだけどよくよく考えたらやっぱいりませんからこの際落とさせてくださいその程度の話らしいんですよもうこういうものうにもうがっかりガッ何だよそれってそんなんで議会も議決してたのかって議会も反省しなきゃいけないけれども 長野市役所もねよくく考えてください市民のお金で作るんですよ芸術館ハープ置くのとハープ置かないの偉い差でしょって思いますよね。でそれ小泉がね怒りまくってたらあの同調する議員もねなんかと小泉にね今度味方する議員も出てきましていやいやそれはやっぱりねおかしいと。でねハープだけじゃなくて ティンパニーもないじゃないかって、もうティンパニーにも話が及んじゃって、ティンパニーもね、ハープもね、そこになければ練習できないよ。ティンパニーとかハープなんか練習でいちいち持ってくるの大変なんだから、そこに置いとけよっていうことをね、言い出す議員がいまして、で、経済文教委員会としてはね、今度、ね、委員長報告ですけれども、どういう風にこれ収集つけたかっていうと、もうだけどね、そうは言ってもね、芸術館も来月ですから、時間が迫っているという中で、 委員長報告えー、これまで付属設備に定められていたハープが除外されております除外された理由は使用頻度等を考慮してとのことでありますが練習の等のためにハープやティンパニーなどの大型楽器を利用者自身が持ち込むことは運搬や搬入搬出作業など大きな負担が伴いますそりゃそうですよね。 ついては、ハープ、ティンパニーなどの大型楽器について利用者のニーズについて調査を行った上で配備する方向で検討するよう要望いたしましたという委員長報告になりました。もうね、ハープを落とそうとしたらね、こっそり落とそうとしたら、ティンパニーも一緒にセーブしろって議会は注文つけましたっていうお話です。で、これね、あのー、ティンパニーもハープもね、 予算持って条例も改正して、きちんと整備していただきたい議会の意思です。長野市、しっかりやってください。